はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステールプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組はスターステール代表の山亮が日々思うことを語ってみたり、スターステール各チャンネルの動画紹介をしたりするインターネットラジオ番組です。ということでね、今日はちょっとね諸事情ございまして、冒頭トークはもうねこのぐらいにしてね、とっとと本編の方にちょっと入っていきたいと思います。詳細はまた本編の方で話しますので、まあ多分時間もちょっと本当に今日はね短めになると思いますので、どうかそのあたりご容赦いただければと思います。ということで早速始めてまいりましょう。スターステールプレゼントウェブレディオプログラム、ステラジ、最後までよろしくお願いいたします。スターステールプレゼントウェブレディオプログラム、ステラジ、この番組はゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステートプレゼンス、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。ないない連盟参加者大募集。スターステートではチャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名もないない連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない、より良い動画作りの方法がわからないけど事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない、クリエイター同士で情報交換したいけど登録者数が少なくて相手にしてもらえない、そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく様々な活動を展開予定です。例えば1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成拡散、2、スターステール品質保証センターによる品質検査証の発行、3、連盟チャンネル同士での各種情報交換互助ができるようになります。参加方法はこの動画にコメントするだけと超簡単、しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。はい、改めましてステラジは山亮と申します。さあ、今回の放送は4月の、28日に、放送になってるかなと思いますね。世の中的にはこの水曜日の夜から、ゴールデンウィーク感が出てくるのかな、29日が祝日でっていう感じだと思うんですけどね。実はね、うちのところはねゴールデンウィークあるのはあるんですけど、ちょっと日付がだいぶずれてましてね、実はここは、平日のど真ん中になっております。ということでね、今何をやってるかというとですね、取り急いでですね、ゴールデンウィークに上げる動画のね、編集をやっております。その兼ね合いでね、ちょっとこの後もね、ちょっと動画の編集をしなきゃいけなかったり、あとちょっといろいろとね、ちょっと書類をね、ちょっと書いたりとかね、いろいろとね、ちょっとデスクワークをね、残しておりますものでね、それで、ちょっと今日はね、急いでね、あとね、30分ぐらいでね、撮り終わらないとね、この後、ちょっと夜の、サイドワークの方がね、間に合わねえぞというような感じでね、まあなんかね本当に、ドタバタドタバタとしております。まあでそんな中でですね、今週末にね、また今週末の感じは、まあ仕事をずっとしとって、週末にまたちょっとね歯医者さん行って、どのこうのしてっていうのがありまして、それの兼ね合いでね、本当はね土日でねちょっと収録をね、ゴールデンウィーク向けの収録をねちょっとやりたかったところだったんですけどね、ちょっともう無理やり、土曜日の夜に、とりあえず四日市を出て、で、岐阜に行きました。岐阜の大垣に行ってね、一泊して、で、ね、本編の方は大垣もね、何回かやると思いますけど、本編は、あっちです、水穂市ね、そうそう、あっちの方に、行ってまいりました。で、水穂市と、まあ、その周りのねやつをね、巡る新企画っていうかね、もともと水穂市の方はちらっと行ったんですよね、この前養老鉄道に乗った時に行って、その時にあまりね本当にちょっとアクシデントでね、
あの穂積駅っていう瑞穂駅の、瑞穂市の中心駅が穂積駅っていうところなんですよ。でその穂積駅のところにちょっと間違えて行ってしまってね、その兼ね合いでね一瞬だけ駅前に降りて 2,3 分だけ本当にちらっとね、駅前を見てねとっとと帰ってきて しまったんですけど、まあ後からねあのちょっと、その穂積駅の周りにもね結構いい、ね、名所いっぱいありますよというようなね情報とかをねいただきましたんでね、これはねちょっとやはりね、いただいたということはねあのコメントとかでいただいたんですよ、ありがたいことに。ということでね、リベンジを兼ねてねお名返上を兼ねてね行ってきました。で行ったからにはね一応一企画ということでね、あれも上がってるような、あ、分かっもうあの宮窓のやつが上がり始めてると思うんでいいか、そうそうそう、あそこのところにね企画倒れ第1回目から企画倒れになっとったあの駅構内のね、観光案内、ご案内ね、名所案内みたいなねやつ各社によって違うんですけど、近鉄はご案内ってなっておって、で JR はね名所案内というふうに書いてありますね。あの案内に載ってるところを全部回ればきっと市の、ね、魅力が伝わるんじゃないかということでね、やってみたらね、いやいやあれがね本当にね大変だったんですけどね、また詳細はねぜひ動画を見ていただきたいんですけどね、何がすごいってね4箇所ね載ってたんですよね、その名所が。で4箇所載ってたんですけど、なんとそのうち3箇所は瑞穂市にない、あの瑞穂市外のなんと施設だったということでね、おかげでねめちゃくちゃ歩きましたよ。あのね計算してみたらね本当に3万歩超えてました。21キロ以上歩いとったということで、だいたいね、3万歩、ちょうど3万歩ぐらい、ということだったみたいです。ね、で、まあそこからにね、中の施設とかをね、いろいろと歩いて見学したりもしてましたんで、もうそういうのを入れたらもう確実に3万歩行ってるなという、すさまじい移動距離を誇る、旅になりました。まあ、これからね今それをね一生懸命あのゴールデンウィークに向けてね、編集しておりますので、多分この後はしばらくちょっとね広島の動画、アーカイブの動画やらで、塩浜のやつでね前半その宮窓塩浜行った動画でゴールデンウィークの序盤を埋めて、で中盤終盤にかけては、この取ってきたね大垣の大垣じゃない、大垣もあるけど、穂積瑞穂市ね、この辺りの動画に、なるのかなと思います。その兼ね合いもあってねちょっとあのこれもねちょっとね急いでやらないといけませんからね、いやいやいやということでございましてね、まあ、この後もねあのその今日の予定っていうよりも今週がね予定がね結構ねパッツンパッツンに決まってますんでね、まあいろいろとまあなんとかあの落とさんようにだけね動画の投稿だけは落とさんように、気をつけてやっていこうかなと思っておりますということなんですけど、とはいえね仕事は仕事が本業の方がね実はね言うてね、仕事をしておりますからね、帰ってくるとねまあまあ疲れがねドッときてね、もうね今すぐね寝落ちしそうな感じです。多分今酒飲んだらねあのそのまま寝てくなと思ったんで酒飲まずに頑張ってやってますからね、そうは当たり前やってねいうところではありますけどね、まあそんな感じでございましたということで、ドタバタした金謝ってね、まああとその3万歩ね歩いたね疲れもね言うてねありますからね、そうそうそう、まあそのあたりもねちょっとねいろいろと加味しながらねって思うとったらねちょっと疲れとったんでしょうね、私ボケとしとってねあの久しぶりにやっちゃいました、あの洗濯物今ね終わってね出したらね中がぐちゃぐちゃになっとって、あれなんじゃと思ったらねメモ帳をねあのポケットに入れたままね洗濯機かけちゃってまして、もう大変なことになっちゃってました。で今慌ててねとりあえずおあねあらかたのゴミ取ってもう一発ねちょっと洗濯機かけてってやってるんで、わあこれまた寝落ちしたら寝落ちしたで、ね、着替えが乾かせないですからね、ああ参ったなというところとか、いろいろとドタバタとして、今日も今週も過ごしておりましたという感じでございますね。まあとりあえずねこんな感じでもうねその言った通りな事情なんで、もうとっととね新着動画の紹介とかねそっちの方にかかっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。4つ目で紹介させていただける企業様店舗様大募集。4つ目では
地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社店舗様を大募集しております。新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。完全無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、桑名郡木曽崎町、いなべ郡東院町、三重郡小物町、朝日町、川越町、滝郡滝町、明和町、大台町、渡来郡大樹町です。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。さまざまな業界で働いてきた山田ならではの発信力でお客様のニーズに応えます。ローカルに生きる、ローカルが生きる4つ目 The Style Group This Week's Lineup。 はい、まずはメインチャンネルの方ね、スターステール総合チャンネルですけど、で今回投稿したところからだと何かな野菜の買い方のね話ね、これね役に立つと思いますよ。ぜひね、あの一人暮らしの方はね必見だと思います。野菜をね、あの長時間、あのキャベツとかね、あの白菜とか、ああいう葉物野菜とかね、あれ実はあの応用してればね、人参とか、根菜にもね、あのうまいこと使えますんでね、なかなかね一人暮らしだと、あの一本丸ごと買ってくるとね、なかなか使いにくいところがあると思いますけど、そこをねうまいこと使う方法でご案内してますよというのと、あとはそれでと付加してね、あのそういうのをねうまいことね、あの合わせ技でね袋麺をね使っていくとね、非常にあの安くてね、あのしっかりとした食事が取れるようにできますんでね。うちのところで今ね、醤油ラーメンのね、明星チャルメラと、あれか、山本製粉さんのね、安い143円、5食入りで143円のね、やつを紹介しましたよというところと、あとは、広島の動画がね、公開始まって、アーカイブの公開が始まりました。第1回、第2回と、呉に行くとこまでは入ってくるのかな。そうだな。はいはいはい、そうですね、広島到着して2日目朝と呉に、向かったところで、呉に着いたところまで、やってるんだという感じでございますね。まあそんなところかな。あとはちょっと生放送をね試しにやってみたんですけどね、まずあの結構ね何人目か、あの見ていただいたみたいでありがとうございますということでございます。またねゴールデンウィークにね、どんと、ちょっと一回、ちゃんと、生捨てっていうね、一応ラジオ番組、あの生放送番組がね、実は2014年の8月までやってたんですよね。ニコ動の方で。で、それを、まあ、YouTube で復活させる形で、まあ、7年ぶりか、ってなりますけど、やりたいなと思ってますので、今ちょっと機材とかね、いろいろとシステムの準備も、進めておりますので、ぜひ、あの、お楽しみを待っていただければと思います。まあ、誰が楽しみに待ったのかというところですけどね。まあ、とりあえず一つ目がこれでしょ。で、あとは、ちょっとね、今日ね、なんかね、アクセスの調子が悪いんだよな。はい。で、YouTube の方は、今週は何が上がってるかな。部数調査からか。部数調査と、2パスね。2パス、1パス。まあ、本当に、あの、いわゆる郵便用語ってやつですね。の解説にどんどん入っていってますからね。で、あとは、今週はどこまで行く ?JPCC まで、ん ?JPCC まで行ってるか。そうか。JPCC の紹介まで行ってますね。ジャパンポストカスタマーセンターね。まあまあまあ、本当にね、嫌な思い出しかないところですけどね。っていうのが、YouTube で上がってます。まあ、こんな感じでね、手軽な動画どんどん、この後も引き続き上がっていく予定ですけどね、そういう感じでございます。ちょっとね、メインチャンネル上げるので、ちょっともしかしたらちょっとサブチャンネル、この YouTube あたりはちょっと何日か、ちょっと空きができるかもすいません、できませんので、すいませんがよろしくお願いいたしますというところですね。あとは、4つ目は何か上げたっけな、
で、そうですね、4つ目はすいません、ちょっと今週はね、ちょっと しばらくちょっと、随時更新に変わりますとよということでですね、とりあえずちょっとこっちの方もね、取材ができればというところなんですけど、ちょっと、メインチャンネルの方の、で、やはりちょっと手一杯になりそうかなということですね。まあ、特にあの、なんかね、紹介とね、あのコラボとかの話もね、何も来てませんのでね、まあ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 、ちょっとうちもね、うまいことちょっと寄りたいところとかで、ね、まあ普通にね、近所でね、美味しいお店とかね、行ってみたいところなんですけどね、なかなかね、ちょっとあの撮影の、段取りは、取れないんで、もう人ね、そのままプライベートでお食事させてもらうような、感じになっておりますという感じでございますんでね、あれでも本当にね、どうやってね、あの有名なんかだとかはね、そりゃ段取りとかもね、できるんだろうなと思うんですけど、時々ね、見てるとね、あれ許可とか大丈夫なのかみたいなね、思う、ところもあるんですけどね、あそこね、うちがね、ちょっと YouTube とか撮影させてもらってもいいですかとかって言ったら、あのすいません、ちょっと撮影はご遠慮くださいってね、ほんまほぼほぼこれなんですよ。あれよ、どうでね、ね、本当に、え、で、なんであそこね、そんな毎日歩けれるような、あのかなってね、不思議に思いながらね、まあまあまあ、私の顔見たらね、こいつはちょっと怪しいぞっていうので、ね、あの、ちょっとご遠慮いただけますかみたいな話になるのかもしれませんけどね、そう、まあわかりませんけど、うん。まあなかなかね、電話でね、アポ取りとかもね、なかなかね、ちょっとね、うちちょっと困っとるのが、今ね、昼休憩もね、ちょっと、電話がね、つながりにくいところで、ちょっと昼休憩を取ると形になってるもんでね、本当にちょっとね、そうそう、E メールもね、うまくと、結構操縦士が、あの、できないぐらい、ちょっと電波が悪い。なんかね、前よりも悪くなってる気がするんだよな。あれね、どうにかならんかなってところなんですけどね、なんかね、4月に入ってから本当にひどくなったのは、何なんだろうな。なんかであれかな、 5G に切り替えてるのに 4G がアンテナが減ってるのかもしれませんけどね、そういうことなのかなね、ちょっと分かりませんけど、まあちょっと今そのあたり苦労しながら、苦心しておりますよという感じです。あとまあヤマペディアはあれとしてね、一応まだね、概要欄とかには入れてないですし、これからその投稿があるかどうかは分かりませんけど、個人チャンネルとは別で、一応ね、スターステイルお蔵入りっていうね、ライブラリーみたいなやつをね、作っております。で、もしかしたらもうちょっとね、もうどうにもならないよというようなね、収録はしてみたけどね、これはいくらなんでもうちのメインチャンネルなので、もうさすがに厳しいぞみたいなね、まあ、いわゆるファームですよ。ファーム、用意しました。まあ、うちが目2軍以下じゃねえかってね、このチャンネル自体がもう2軍以下じゃねえかって話は置いといてくださいね。という感じでね、まあ、とりあえずやっていこうと思っておりますので、一応ね、ちらっと作ってました。まあ、一応動画の投稿とかが始まったらね、概要欄にも入れるような形にしようかなと思ってます。まあ、ただファームなんでね、本当に。もしなんかね、灰色のね、あのこのサイエン君、あのマスコットキャラクターね、あのアイコンに使ってる、うちのサークルのマスコットキャラクターの灰色バージョンのやつをなんか見かけたら、それ、うちのファームのやつ。まあまあまあ、だ投稿があったら、まあ今のところ投稿してませんから、まあ、そのあたりとかもよかったらよろしくお願いいたしますと。というところで以上ぐらいかな。個人チャンネルはなんかあげた、いや、今週あげてないなということでね、これぐらいで、以上ね、今週の更新動画紹介でしたと。疲れた。ヘトヘトやもなんか疲れとるな。 YouTube では郵便にまつわるさまざまな情報を発信しています。郵便商品の紹介から元局員ならではの業界用語や裏話まで、原則2分以内で分かりやすく解説しています。毎週月曜、火曜、木曜のお昼12時に公開。4月14日までは開店記念で毎日更新しています。あなたに届く郵便ガール YouTube 協会委員会。はい、このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな協会委員会を取り上げ、その活動内容を学んでまいります。さあ、今週紹介する協会はこちら、なた豆協会。いや、また
またなかなかすごいのが出てきましたね。これは今まで紹介してきた協会よりは個人的なところになってるのかな、なんだろうな。今私もねパッとね、とにかくねちょっと事前に調べとった協会がちょっとね間違えてね協会じゃないところだったんでね、またそれはネタから尽きてきたらまたやろうと思いますけどね、調べとったらなんかね今パッと調べたらね、ナタマム教会という謎の教会が出てきましたのでね、ちょっとそれ上げてみようと思います。これ何かって言ったらね、ナタマムって何なんだろうと思ったらですね、なんかこれ、福神漬けに入ってる、豆らしいですよ。あ、そうなんだ、へえ、っていうところでね、なぜ福神漬けなのか。で、福神漬けについてもいろいろと語られてます。まあ、福神漬けの名前の由来は原料がね、7種類の野菜で、七福神につなんで、福神漬けと付けられましたよというところなんですけど、で、このナタ豆っていうのは、確かに、その7種類の野菜っていうのが、ウリ、レンコン、シソ、カブ、ナス、大根、そしてナタ豆なんですって。で、薄く切られた可愛い豆入ってたらそれがナタ豆らしいです。これが、ナタ豆は未成熟のものを使うらしいですね。だから枝豆みたいな感じかな、そうピーナッツみたいな感じというよりはという感じらしいですよ。大豆とかみたいに成熟したやつじゃなくて柔らかいのを使ってるらしいですね。で塩漬けにして使ってるらしいですよ、というところでございます。そんなね、ナタ豆についていろいろと、語っているやつですね。漢方としても使われてるし、ね、縁起物ですし、で、ナタ豆と同名の名家老もいるらしいですよ。鹿児島に本部があるのかな。そのナタ豆がの特産なのがどうも鹿児島なのかな。そうですね、ナタ豆のふるさと鹿児島ってなってるんで、で教会の案内だけちらっと見ときましょうか。あとはナタ豆協会、事業内容はナタ豆研究会とかいろいろ、ナタ豆、振興普及会とかなんかいろいろあります。健康セミナーとかもやってるらしいですよ。あるか個人でやってるレベルのではないのか。大学とかもなんか研究会員として入ってきてるらしいんでね、協会の代表さんは山田さんらしいです。山田さんだ。医療法人の、歯科院長、歯医者さんの院長さんらしいですよ。あら、めちゃくちゃ偉い方じゃないですか。あとはね、なんかね、名だたるね、顧問の方がいますね。なんか、これは、歯学館大学の教授とか、鹿児島大学名誉教授とかね。あとは、そのナタ豆を作ってる会社さんのね、社長さんとかね。まあまあ、ガッチガチの教会でしたね。これは恐れ入ります。いやー、そうなんだ。パッとね見つけて、やったやつですけど、あるんですね世の中には。いろんな教会がで、いろんな参上会員さんとかもいて、東京の会員さんとかもいるんですね。へー、ということでね、もしね福神漬け私も好きなんでね、あーちょうどよかったね。福神漬け愛するものならこのナタ豆も愛してね。いや、ナタ豆も枝豆とかね、ね、あとはダダチャ豆とかね、いろんな豆がありますけどね。いやいやいや、ナタ豆も押していきましょうよということでね、やっていきたいと思っております。で、今度いろんなねことがあるんですねということでね、まあこれぐらいでちょっとね、本当に今回はね全体的にショートでやってますんでね、すいませんが、いやー今日も、素敵な、教会が学べましたねということで、以上教会委員会のコーナーでした。日本法画党では党員を随時募集しています。すっごい政治に興味がある方も、政治めんどくねって方も、無料で気軽に政治のことを学べる、話せる、そんな党を目指しています。工作員、スパイの参加も大歓迎。党員になる方法は超簡単。動画概要欄にある日本法画党の公式 Twitter をフォローするだけ。さあみんなで政治しよう。燃える心が日本を変える、日本法画党。はい、お送りしてまいりましたスターステールプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、今回も、お別れの、ね、時間となってまいりました。番組では皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄またはツイッターアドレス@yamaryoh@yamaryoh 宛てにお送りください。
番組ハッシュタグシャープしてラジ、シャープしてはカタカナ、ラジはひらがなで、投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想心よりお待ち申し上げます。ということで、すみません、意外と今日はスキリとね、エンディングもね、もう終わりますのでね、もう10分になってるんですよね。あ、もう終わったらしてね、次の動画の編集にかからないとちょっとまずいので、とっととね、すみません、終わらせてもらって、なんとかこれでね、ゴールデンウィーク動画、なんとか投稿できるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでございます。以上でね、とりあえず今週のステラジオはちょっと感想です。多分来週もね、ちょっとゴールデンウィークの間ぐらいはちょっと簡素な感じで。で、またね、雑談はね、なんなら、生捨ての方でね、ガンガンやるような感じで、捨て立ちの方はね、ちょっと、ギュギュッとまとめた感じでね、やってきてたらいいかなとも思ってますのでね、まあ、それは生捨てがうまいこと放送ができてからということでございますけど、まあ、そのあたりもね、いろいろと考慮しながらやっていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、これぐらいで、会話の方は締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。